クリスチャン・ルイス・パトリック・フリードリックは、アメリカ合衆国、イリノイ州、エヴァンストン出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。独立リーグアトランティックリーグのシカゴ・ドックス所属。クリスチャン・フリードリッヒとも表記される。イースタン・ケンタッキー大学出身。2008年の MLB ドラフト1巡目で、コロラド・ロッキーズに入団。2010年の開幕前には、 ベースボールアメリカのプロスペクトランキングで33位に入るなど期待は高かったが、その後2年連続で A 級で防御率5点台に終わるなど伸び悩みの時期を経験した。2012年は前年に悩まされた上腕二頭筋腱炎が全開し、ホーム改造の効果もあって、スプリングトレーニングから高騰を続けた。5月9日のサンディエゴパドレス戦で、 メジャーデビューし、6回1失点で、初登板初勝利を挙げた。8月4日に腰背部の疲労骨折で、故障者リスト入りし、シーズンを終えた。2016年1月28日に、ジェイク・マギーの加入に伴い、リーフとなった。2月5日にウェイバーを経て、ロサンゼルス・エンゼルスに移籍したと発表されたが、2月19日に、指名を取り消したと MLB コミッショナー事務所から、 発表され、自由契約となった。2016年3月3日にサンリエゴパドレスとマイナー契約を結び、招待選手としてスプリングトレーニングに合流した。5月12日にメジャー昇格し、ミルウォーキーブルワーズ戦に先発するも、6回1失点で敗戦投手となった。同年は5勝を記録。2017年はメジャーに昇格することができず、 オフにハドレスを自由契約となった。2019年3月26日に、独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約。7月1日に解雇となったが、7月9日、故障のため退団したエディ・バトラーの代役として、韓国プロ野球の NC ダイノスと契約した。NC では7勝を記録するも同年限りで退団。2019年11月6日に、 ニューブリテン・ウィーズと再契約。しかしチームが解散したためウェーバー工事を経てサマセット・ペートリオッツへ移籍。2020年2月25日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだが新型コロナウイルスの感染拡大によりマイナーリーグが開催されなかったため公式戦に出場することなく6月13日に自由契約となった。 2021年6月29日にアトランティックリーグのレキシントンレジェンズと契約した。8月7日にシカゴドックスへトレード移籍した。平均92マイルのフォーシームとシンカー、平均85マイルのスライダー、平均77マイルのカーブ、平均84マイルのチェンジアップの5つが主な球種。それ以外にも稀にではあるが勝った後、スプリッターも投げる。 カーブは高校時代から評価が高かった。ありがとうございます。